島市にあるスイミングスクール。この日はちょうど亡くなった男の子と同じ年代の子たちが練習していました。こちらのスイミングスクールではこのようなヘルパーと呼ばれる浮き具をつけて子どもたちが練習に参加しています。プールに入る直前、子どもたちがつけていたのは腕用の浮き具です。こちらでは足が下につかない子どもや息継ぎが苦手な子どもに腕用の浮き具を必ず装着させています。腕につけることによって足が沈みますから体が起きますよね。起きるとやっぱり口が出ますので、息継ぎが要するに呼吸の確保ができるということで溺れる心配はないと思います。富山の事故で亡くなった子どもが装着していたのは腰に巻く浮き具のみでした。この浮き具は溺れた時の対策としては不十分だといいます。もうそもそも安全対策のものではなくて泳いでいる時の姿勢を要するにこう沈んだ腰を持ち上げるための補助具なんですね。なので安全対策というのはどうかなと。さらに富山の事故では当時3人の監視員がいましたが一時的に2人となり亡くなった男の子がプールに入るのを見ていませんでした。こちらのスイミングスクールでは泳ぎを教えるコーチのほかにプールサイドで子どもたちを監視するスタッフを常に1人配置しています。大勢のお子さんがいらっしゃるので、自由時間だったりはやっぱりこう子どもたちもすごいはしゃぐ時間だと思うのでその辺は気をつけていただきたいなっていう部分ではあるかもしれないですね。正直、通わせるのも不安ではあったんですけど一人一人結構丁寧に対応してくれて安全にちょっと見てられるなとは思っているので、今後も、一応通わせていければなっていうふうには思ってます。監視体制もそうですし指導中の前後の確認とかそういったものをもう一度しっかりやっていこうと。要するにコーチの意識改革っていうか意識をもう一回安全の方にね動かしていこうかなというふうには思ってます。